品川区役所広報公聴課発行品川区声の広報令和元年10月1日第2139号品川区長期基本計画特集号をお届けします声の広報をお聞きの皆様いかがお過ごしですか今回は品川区長期基本計画特集号として パブリックコメントにより皆様からご意見を募集する品川区長期基本計画素案案に関する情報をお伝えしてまいりますそれでは今回の内容をご紹介しましょう1番「品川区長期基本計画素案案」にご意見をお寄せください2番「政策3分野地域にぎわい活力」 3番政策3分野人健やか共生4番政策3分野安全安心持続5番品川区長期基本計画策定委員会6番草案案は皆さんのご意見を踏まえて策定しましたアンケートなどへのご協力ありがとうございました 7番「基本構想と長期基本計画」8番「未来につなぐ」4つの視点」以上の順にお伝えしてまいりますなおこの品川区長期基本計画特集号の内容に関するお問い合わせは比較調整課までお願いします。電話はは番ファクス番号は 五七四二の六八七零番です。また品川区役所の代表電話は三七七七の一一一一番。広報広聴課の電話番号は五七四二の六六四四番。ファクス番号は五七四二の六八七零番です。品川区ホームページのアドレスは。H. T. T. P. S. コロンスラッシュスラッシュ。 Www. City. Ok、ですそれではおしまいまでごゆっくりお聞きください。 品川区長期基本計画素案案にご意見をお寄せください区における最上位の行政計画である「品川区長期基本計画は」は区民と区との共同指針である「品川区基本構想」を実現するため2009年平成21年に策定し実効性のある取り組みを着実に進めてきました。 この度、全計画の計画期間が終了したことから、人口増加や人口構造の変化、情報通信技術の進展、人々の価値観の多様化など、社会経済状況の大きな変化を捉え、今後の将来動向を考慮した新たな長期基本計画を策定します。本計画の素案、案がまとまりましたので、ぜひ皆さんのご意見をお寄せください。 品川区基本構想、区の将来像「輝く笑顔住み続けたい町品川」のさらなる実現に向けて未来につなぐ4つの視点を踏まえ地域人安全の政策3分野で構成新計画は今後10年にわたる区政の課題を明らかにし将来に向けた区の方針と取り組みを示します。 まず未来につなぐ4つの視点は次のとおりです。超長寿社会に対応する視点多文化多様な生き方を尊重する視点先端技術を活用して課題解決と発展を図る視点強靭で魅力ある街を未来につなぐ視点以上が未来につなぐ4つの視点です。 次に「政策3分野は次の通りです地域にぎわい活力」「コミュニティの活性化でにぎわいと活力のある町に」人「人健やか共生」「多様な生き方を認め合い誰もが健やかに暮らせる町に」「安全安心持続」「町の安全を強固なものにし住みよい町に」 以上が政策三分野です政策三分野の概要と四つの視点の概要は後ほどご紹介します品川区長期基本計画素案案について自由にご意見をお寄せください応募方法10月31日木曜筆着で意見住所氏名を 版品川区長期基本計画特集号の7ページ8ページの応募封筒に記入して企画調整課へ郵送課ファクスまたは持参してください区ホームページの応募フォームも利用できますトップページから区政情報校長情報公開ご意見ご要望パブリックコメント 区民意見公募手続きパブリックコメントと進んでください品川区長期基本計画素案案の全文は次の施設や区ホームページでご覧になれます本庁舎5回企画調整課第3庁舎3階区政資料コーナー中小企業センター2階商業ものづくり課地域センター 東大井区民集会所、エバ原区民センター、行政サービスコーナー、図書館、文化センター、体育館、保健センター、健康センター、品川歴史館、キュリアン、スクエアアバ原、メイプルセンター、大美術館、コミュニティプラザヤシオ、品川産業支援交流施設、 大崎悠うプラザ平塚橋悠うプラザ衣装が品川区長期基本計画素案案の全文がご覧いただける施設です問い合わせ企画調整課郵便番号140-8715品川区役所本庁舎5階電話5742-6606番 ファクス五七四二の六八七零番です。政策三分野、地域にぎわい活力、コミュニティの活性化でにぎわいと活力のある街に、地域コミュニティの活性化や産業の振興など。 区民の様々な場面での活躍が、町のにぎわいと活力の創出につながる取り組みを推進します。人と人とのつながりで、心豊かに暮らしていける町を目指します。長期基本計画策定委員会の審議で出された意見の一部をご紹介します。地域における助け合い活動を育てていくという副祉的な視点が必要。 障害学習は学習した成果を地域の人のために活かすべき。地域の様々な団体が連携し、多世代交流を推進することが大切で、そのためには中間支援組織の役割が重要となる。以上です。それでは政策の柱ごとに主な取り組みと具体的な施策をご紹介します。政策の柱は7つあります。 政策の柱その1誰もがつながる魅力ある地域社会の実現主な取り組みは3つです主な取り組み1つ目地域課題を解決する自発的自主的な活動を支援する具体的な施策町会自治会への参加促進と活動支援 地域とマンション管理者や居住者との協力関係の構築と交流促進企業の社会貢献活動の支援と在勤在学者と地域との連携促進企業大学などとの共同の推進主な取り組み二つ目地域の活動を支える拠点機能の充実活用を図る具体的な施策 コミュニティ施設の機能の充実地域の活動への参加機会の拡充主な取り組み3つ目地域のつながりの醸成と安定した団体運営に向けた支援をする具体的な施策誰もが気軽に立ち寄れる居場所づくり地域団体 NPO などの活動支援と連携促進 中間支援への活動に応じた支援。政策の柱、その2、学びとスポーツの楽しさが広がる環境づくり。主な取り組みは4つです。主な取り組み1つ目、多様な活動を支援する。具体的な施策、さまざまな教育機関との連携による多様な学習機会の提供。 学習やスポーツ情報の多面的な収集と発信主な取り組み2つ目障害学習・スポーツによる具体的な施策学習成果を地域に還元する課題解決型の学習の仕組みづくり東京2020大会レガシーとしてのスポーツ活動などの推進 多様な共同連携によるプログラムの充実主な取り組み三つ目障害学習・スポーツの環境を充実する具体的な施策文化・スポーツ施設の効果的な利用の促進と施設の整備身近な地域で障害者スポーツに親しめる環境づくり主な取り組み四つ目 図書館機能を充実する、具体的な施策地域の情報拠点機能の充実課題解決を支援する図書館サービスの推進誰にでも開かれた身近な居場所づくり政策の柱その3伝統文化を継承し親しむ環境づくり主な取り組みは3つです。 主な取り組み1つ目区民の文化芸術活動を支援する具体的な施策品川の文化風習を感じられる文化プログラムの実施文化芸術に関する総合的な情報の発信区内の団体や事業者が開催する文化的事業との連携主な取り組み2つ目 将来をを支えるる次世代を育成する具体的な施策文化団体や文化施設などと連携した人材育成子どもたちが創造性を育むプログラムや発表の場の提供主な取り組み3つ目文化を継承・発展させる具体的な施策 文化や伝統芸能の保存継承の支援伝統工芸の保護育成文化財の保存と地域や観光のための公開活用地域の歴史を学ぶ機会の充実政策の柱その4地域の活力を高める産業の振興主な取り組みは5つです。 主な取り組み一つ目中小企業地域産業の経営と事業継続を支援する具体的な施策区内企業の経営力強化支援後継者育成など事業継続の支援中小企業の人材の確保育成働き方改革の支援主な取り組み二つ目 地域産業における創業や企業連携を支援する具体的な施策地域産業における創業支援主な取り組み3つ目中小企業地域産業のチャレンジ変革と成長を支援する具体的な施策区内企業の競争力強化の支援産学校連携の推進 企業間交流連携の推進。国内外への販路拡大の支援。主な取り組み四つ目。多様な就業を支援する。具体的な施策。関係機関と連携した就業支援。高齢者、女性などの就業機会創出の支援。主な取り組み五つ目。 区民のの生活とにぎわいの中心であるる。商店街を支援する具体的な施策地域団体や区民と連携した商店街事業の支援活力ある商店街づくりへ向けた積極的な情報発信魅力ある個展のチャレンジを促進するための育成支援政策の柱その5 のの魅力を生かした都市型観光の推進主な取り組み1つ目「品川ならではの観光コンテンツを充実する」「具体的な施策」「水辺を活用したイベント開催や散策ルート設定」「商店街と連携したイベントの開催」「歴史的資源やスポーツ」 文化芸術活動と連携した観光の推進主な取り組み2つ目観光情情報報の集約と多様なな発信をする具体的な施策外国人観光客に向けた多言語のプロモーションと情報提供テレビや映画などのロケ地の誘致と情報発信 情報集約の仕組みづくりと分かりやすい情報発信主な取り組み3つ目多様な共同連携で品川の魅力をさらに向上する具体的な施策交通事業者との連携によるイベントや街歩きツアーの開催大井競馬場や品川水族館区内の劇場などとの連携 主な取り組み4つ目「魅力的な環境を創出する」具体的な施策「モバイルネットワーク環境の整備充実」「公共空間を活用したイベント開催などの推進」「主な取り組み5つ目」「都市型観光を支える体制を充実・強化する」「具体的な施策」 観光ボランティアやボランティアガイドの育成観光まちづくりを担う団体への支援と連携先進技術の活用による観光客の動向や意識のデータ収集と活用政策の柱その6魅力的で良好な都市景観の形成主な取り組みは3つです 主な取り組み一つ目地域特性を生かした景観形成を推進する具体的な施策景観計画の効果的な運用機運を捉えた重点地区化の検討景観アドバイザー制度の活用屋外広告物などに対する基準づくり主な取り組み二つ目 歴史ある街の景観を再生・継承する具体的な施策旧東海道品川宿における集計事業主な取り組み三つ目活気に満ちた賑わいや調和の取れた景観を創出する具体的な施策無電柱化の推進公共空間のライトアップの実施イルミネーション事業への支援 政策の柱その7水と親しむ緑豊かな街づくり主な取り組みは3つです主な取り組み1つ目水と親しむことのできる街をつくる具体的な施策水辺空間の整備水辺空間の利活用促進河川運河の水質改善 主な取り組み二つ目区内の緑を増やす具体的な施策公共の緑の保全区民による緑づくりの促進緑の保全と育成の支援緑と触れ合う空間の創出主な取り組み三つ目区民と共に公園を育てる具体的な施策みんなに愛される公園づくり 多様なニーズに応える公園管理。以上、政策の柱ごとに主な取り組みと具体的な施策をご紹介しました。政策三分野人・健やか・共生多様な生き方を認め合い、誰もが健やかに暮らせる街に。 人生100年時代と言われている中で子どもから高齢者までライフステージに応じた切れ目のない支援を進めます。外国人との共生など多様な生き方を認め合いながら誰もが健やかに生き生きと暮らせる街を目指します長期基本計画策定委員会の審議で出された意見の一部をご紹介します。 人生100年時代と言われる中高齢者の就労支援や地域社会への参加促進など高齢者をアクティブで能動的な主体として捉える視点が必要ではないか子どもたちの健全育成と親子のふれあいを強化して品川区から持続可能な日本をつくってほしい。 学校教育では、芸術の体験などの充実など、創造性を育むことに関する内容を入れてほしい。以上です。それでは、政策の柱ごとに主な取り組みと具体的な施策をご紹介します。政策の柱は8つあります。政策の柱その1、地域における共生社会の実現。 主な取り組みは1つ目包括的な相談体制や自立のための環境を整備する具体的な施策包括的な相談支援体制の充実虐待防止と権利擁護の推進自立のための環境づくり主な取り組み2つ目相互理解と支え合いを推進する。 具体的な施策多様性を認め合う意識づくり地域で見守るネットワークづくり主な取り組み3つ目地域で生き生きと暮らすための支援を推進する具体的な施策地域活動の活性化多世代交流や社会参加促進などによる生活の質の向上優しいまちづくりの推進 政策の柱、その2。生涯を通じた健康づくりの推進。主な取り組みは4つです。主な取り組み1つ目。区民の主体的な健康づくりを支援する。具体的な施策。区民の健康意識向上の支援。地域における健康づくりとフレイル予防の推進。食からの健康づくりの推進。 歯と航空の健康づくりの推進主な取り組み二つ目がんなどの疾病対策や地域医療連携を推進する具体的な施策総合的ながん対策の推進生活習慣病予防対策の推進心の健康づくりの推進地域医療連携の推進難病対策の充実 初期救急の充実主な取り組み3つ目安心して生活できる環境を整備する具体的な施策自殺対策の推進受動喫煙対策の推進良好な生活環境の維持主な取り組み4つ目区民を健康危機から守る具体的な施策 健康危機管理体制の充実感染症対策の充実政策の柱その3子どもの笑顔があふれる街の実現主な取り組みは3つです主な取り組み1つ目子育ち親育ちを支援する具体的な施策品川ネウボラネットワークの推進 親育ち支援の充実子供の健やかな育成支援の充実主な取り組み2つ目子育て力のある地域社会をつくる具体的な施策地域の子育て支援人材の育成と活動支援保護が必要な子供と家庭への支援子ども家庭支援センターの充実 区立児童相談所の開設運営主な取り組み三つ目子育て支援教育機能を拡充強化する具体的な施策子育て支援に伴う相談機能の充実保育提供体制の充実在宅子育て支援の充実乳幼児教育保育の質の向上 区立保育園幼稚園などの整備保育園幼稚園における特別支援保育教育の充実子育て家庭の経済的負担の軽減政策の柱その4未来を切り開く学校教育の推進主な取り組みは5つです主な取り組み1つ目 未来ををを切り開く力育育む教育を推進する具体的な施策市民化教育の充実発展英語教育の推進伝統文化理解の促進読書活動の充実主な取り組み2つ目学ぶ機会を保障する支援体制を推進する具体的な施策 個々の教育的ニーズに応じた支援体制の構築さまざまな特性に配慮した特別支援教育の充実不登校などへの対応及びいじめ防止対策の充実主な取り組み3つ目地域と共にある学校づくりを推進する具体的な施策品川コミュニティスクールの体制充実と発展 地域や大学との共同によるスマイルスクール事業の充実、峠下事の安全確保策の充実、主な取り組み4つ目、良好な教育環境をつくる。具体的な施策、安全安心な学校施設の整備推進、学校改築の計画的な推進。 情報技術を活用できる環境整備の充実主な取り組み5つ目教員の働きやすい環境を整備拡充し資質向上を図る具体的な施策教員の職場環境の整備拡充の推進教員研修の実施区固有教員の配置と育成 政策の柱、その5。青少年の成長と自立の支援。主な取り組みは3つです。主な取り組み、一つ目。すべての青少年の成長を支援する。具体的な施策。社会体験、自然体験と異世代交流の推進。ボランティア活動の推進。児童思春期の心の健康づくりの推進。 主な取り組み2つ目社会的自立に困難を抱える青少年を支援する具体的な施策引きこもりなど若者家族への支援事業社会的養護体制の構築主な取り組み3つ目青少年の成長を支える環境を整備する具体的な施策 地域との連携による青少年団体と指導者の育成 SNS などの情報通信に関わる対応政策の柱その六、高齢者が安心して暮らせる環境づくり主な取り組みは四つです主な取り組み一つ目地域包括ケアシステムを推進する具体的な施策 健康づくりと介護予防サービスの充実在宅介護を支える多様なサービスの充実認知症本人家族への支援の充実高齢者の住まい対策の推進仕組みを支える体制の充実主な取り組み2つ目医療と介護の連携を推進する具体的な施策 連携体制の強化。在宅などでのみ取りの支援。主な取り組み三つ目。多様な入所入居系施設の充実を図る。具体的な施策。地域密着型サービスの整備。介護保険施設の整備。施設サービス向上の推進。主な取り組み四つ目。 質の高い介護保険事業を運営する。具体的な施策。介護福祉サービスを担う人材の確保と育成。保険者としての機能の充実。政策の柱、その7。障害のある人が生き生きと暮らせる環境づくり。主な取り組みは3つです。主な取り組み、1つ目。 相談支援体制を充実する。具体的な施策。相談支援機能の充実。障害福祉サービスを担う人材の確保と育成。主な取り組み、二つ目。地域での自立した生活を支援する。具体的な施策。地域生活支援体制の整備。通称入居系施設の整備促進。 領域と家族支援体制の充実保険及び医療との連携促進による支援の充実主な取り組み3つ目障害者の社会参加を促進する具体的な施策社会活動への支援や余暇活動の充実就労機会の拡充政策の柱その8 平和で人権が尊重され、多様性を認め合う社会の実現。主な取り組みは5つです。主な取り組み1つ目、比較平和意識を普及する。具体的な施策。比較平和都市品川宣言の発信と平和事業の推進。区民参加による平和事業の推進。主な取り組み2つ目。 人権尊重意識を向上させる具体的な施策人権尊重都市品川宣言の普及と人権教育啓発の推進ブラック差別・同和問題などさまざまな人権課題への取り組みの推進主な取り組み3つ目女性の活躍と多様な生き方を認め合う社会をつくる具体的な施策 女性の活躍と男性の家庭活躍およびワーク・ライフ・バランス支援策の充実あらゆる分野における男女共同参画の拡大主な取り組み4つ目外国人に開かれた地域社会をつくる具体的な施策外国人が安心して生活・滞在できるまちづくりの推進 主な取り組み5つ目多様な国際交流を推進する具体的な施策区民を主体とする国際交流活動の促進以上政策の柱ごとに主な取り組みと具体的な施策をご紹介しました政策3分野安全安心持続 町の安全を強固なものにし、住みよい町に。災害対策など、人々の生活の基盤となる町の安全を強固なものにして、安心して暮らせる街を目指します。環境面なども含め、持続可能な住み続けたい街を作っていきます。長期基本計画策定委員会の審議で出された意見の一部をご紹介します。 駐輪の問題も含めて自転車に乗る人のマナーの向上を図るため意識啓発の取り組みを強化するべき災害対策は過去の経験を踏まえることが大事だと思うので阪神東日本北海道など被災地の情報を収集して準備を進めるべき品川区は戸越銀座旧東海道大崎地区など 様々な顔があるところが魅力だと思う画一的な都市整備を行うのではなく地域に根差した魅力的なまちづくりを進めてはどうか以上ですそれでは政策の柱ごとに主な取り組みと具体的な施策をご紹介します政策の柱は6つあります政策の柱その1 区民を災害から守る対策の推進。主な取り組みは4つです。主な取り組み1つ目。災害対策を総合的に推進する。具体的な施策。災害対策の計画的推進。関係機関、事業者、他自治体との連携強化。共同による復興まちづくりの検討。 主な取り組み2つ目市街地の防災性を高める。具体的な施策木造住宅密集地域における老朽建物の除却建物の不燃化耐震化広域避難場所避難道路などの整備災害に強い道路ネットワークの整備無電柱化の推進都市型水害に強い基盤の整備 主な取り組み三つ目地域の防災力を強化する具体的な施策地域の防災活動の支援強化区民避難所運営の支援強化自助共助による防災対策の推進要配慮者の支援強化津波高潮対策の推進主な取り組み四つ目 応急活動体制を強化する具体的な施策。初動体制の強化。初期消火体制の強化。医療救護体制の強化。避難所機能の充実と強化。備蓄輸送体制の強化。情報収集発信の充実と強化。帰宅困難者対策の推進。罹災証明早期発行体制の強化。 政策のの柱その2地球環境に優しい街づくり、主な取り組み1つ目低炭素社会への取り組みを推進する具体的な施策小エネルギー低炭素なエネルギーへの取り組みの推進地域との共同による取り組みの推進区の率先的取り組みの推進 主な取り組み二つ目循環型社会への取り組みを推進する具体的な施策ゴミの発生抑制の推進リサイクルの推進情報提供と区民参画の推進ゴミの適正処理の推進主な取り組み三つ目環境意識の向上を図る具体的な施策 環境学習、環境情報発信の充実。さまざまな主体に対する環境活動の支援。共同による環境活動の推進。主な取り組み4つ目。生活環境対策を推進する。具体的な施策。快適な生活環境に向けた取り組みの充実。環境相談体制の充実。 政策の柱その3安全と安心を体感できる地域社会の実現主な取り組みは3つです主な取り組み1つ目「犯罪に強い町をつくる」具体的な施策地域住民が主体となった防犯対策の強化生活安全に関する意識啓発 犯罪・事故から子どもを守る地域体制づくり主な取り組み2つ目消費生活の安全安心を確保する具体的な施策消費者教育と啓発活動の推進消費者被害防止体制の推進主な取り組み3つ目国民保護措置を総合的に推進する 具体的な施策国民保護措置の計画・体制の充実国民保護措置の普及・啓発の推進政策の柱その4区民と進める交通安全の街の実現主な取り組みは3つです主な取り組み1つ目交通事故のない街をつくる具体的な施策 地域における交通安全活動の支援。自転車安全教育の推進。主な取り組み二つ目。子ども・高齢者の交通安全確保を推進する。具体的な施策。ヒヤリハット地図の啓発推進。高齢者交通安全教室の実施。高齢者運転免許証自主返納の推奨。 主な取り組み3つ目安安全で安心な道路環境を確保する。具体的な施策歩行者の安全確保のための道路環境整備放置自転車対策の推進自転車レーンなどの整備政策の柱その5地域特性を生かした計画的なまちづくり。 主な取り組みは1つ目魅力力的で活力のあるる都市空間を形成する具体的な施策大崎駅五反田駅周辺地区の整備促進大井町駅周辺地区の整備促進広町地区の整備開発天王洲品川駅南地区の整備促進 主な取り組み2つ目身近で住みよい生活圏を形成する具体的な施策武蔵小山駅周辺地区の整備促進戸越公園駅周辺地区の整備促進多様な担い手による地域管理・まちづくりの促進主な取り組み3つ目 安心して生活できるる。住まいづくりを進める具体的な施策区営・区民住宅の適正な管理と計画的改善良質な民間住宅ストック形成への支援生活環境の保全と居住の安定マンションの適正管理と建て替え・修繕の支援政策の柱 その6。快適な交通環境の整備。主な取り組みは3つです。主な取り組み1つ目。利便性の高い公共交通網を構築する。具体的な施策。鉄道ネットワークの拡充の促進。鉄道路線の立体化の促進。利便性の高いバス網の形成促進。 シェアサイクルの活用支援。主な取り組み二つ目。快適な道路環境を整備する。具体的な施策。幹線道路の計画的な整備。災害路整備。生活道路の計画的な道路改修。主な取り組み三つ目。交通まちづくりを推進する。具体的な施策。 駅前広場などの整備計画の推進北品川駅前広場の整備以上政策の柱ごとに主な取り組みと具体的な施策をご紹介しました品川区長期基本計画策定委員会 区長の諮問により、長期基本計画の策定について審議し、答申する期間です。委員会は委員三十二人、学識経験者二人、区内団体関係者十七人、公募区民五人、区議会議員五人、副区長二人、教育長三余九人、学識経験者で構成され。 これまで7回の審議を行いました。草案・案は、皆さんのご意見を踏まえて策定しました。アンケートなどへのご協力ありがとうございました。区内にお住まいの方へのアンケート、区内の方へのアンケート、区内活動団体などへのアンケート・インタビュー、区政モニター集会などを通じて、 さまざまなご意見や考えをお聞きしました。多くの方々にご協力をいただきありがとうございました。これらの意見を踏まえ、品川区長期基本計画策定委員会において議論を重ね、この素案案が出来上がりました。これからの予定です。二千十九年平成三十一年一月、品川区長期基本計画策定委員会 品川区長期基本計画素案について検討パブリックコメント10月から2019年令和元年12月品川区長期基本計画策定委員会答申2020年令和2年3月品川区長期基本計画決定公表本年12月に策定委員会から 長期基本計画素案の答申を受け2020年令和2年3月に長期基本計画を決定し区民の皆さんに公表する予定ですそして2020年度令和2年度から新しい長期基本計画に沿った事業を展開していきます基本構想と長期基本計画 基本構想は将来のあるべき品川区を実現するため区民と区との共同指針として2008年平成20年4月に策定しましたこの基本構想では「輝く笑顔住み続けたい街品川」という区の将来像や区の向かうべき基本的な方向を示しています長期基本計画は基本構想を実現するため 育成の課題を明らかにするとともに、将来に向けた区の方針と取り組みを体系的に示す最上位の行政計画です。未来につなぐ四つの視点目標年次である2029年、令和11年までに想定される課題の解決と、区の未来を見据え、 次の4つのつ視点を踏ままえて策定してしいます。す視視点点超長寿社会に対応する視点人生100年時代といわれる超長寿社会では年金医療介護などの社会保障の持続性を確保し全ての人が元気に活躍し続けられ安心して暮らすことのできる社会づくりを推進する必要があります。視点 多文化多様な生き方を尊重する視点人々の価値観やライフスタイルの多様化グローバル化が進む中一人一人が尊重され誰もが参画活躍できる豊かな地域社会を作る必要があります視点先端技術を活用して課題解決と発展を図る視点技術革新が著しい ICT ・ 情報通信技術、AI 人工知能 IoT モノのインターネットロボットなどの新たな技術を活用し人々の働き方や生活様式健康管理教育新しい産業の創出発展など区民生活に関わるあらゆる分野での課題解決と発展に向けた取り組みを進める必要があります。 視点、強靭で魅力ある街を未来につなぐ視点大規模自然災害などに対し自助・共助・共によるる災害対策を今後も推進する必要があります。また多様な主体が連携しながら良好なコミュニティの形成地域の伝統文化の継承地域経済の活性化などを行うことで 住みたい、住み続けたいと思える、活気と魅力にあふれる地域づくりを行う必要があります。以上、未来につなぐ四つの視点の概要をご紹介しました。これで、品川区長期基本計画特集号の内容はすべて終わりました。いかがでしたでしょうか。品川区長期基本計画素案案に、 ご意見をお寄せください「炭治版品川区長期基本計画特集号7ページ8ページに掲載されている応募封筒にご意見とご住所お名前を記入し太枠部分を切り取り封筒状にのり付けして郵送してください」「切手は不要です10月31日木曜日までにご意見をお寄せください」「10月31日必着です」 ファクス持参でも受け付けます区ホームページの応募フォームも利用できます応募お問い合わせは品川区役所本庁舎5階企画調整課までお願いします電話は5742-6606番ファクス番号は5742-6870番です今回のアナウンス担当は福田清美でお送りしました それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。